オスマン帝国憲法は1876年に発布されたオスマン帝国における成文憲法。当時は基本法と呼ばれており、憲法作成に中心的役割を果たしたミドハトパシャの名にちなみミドハト憲法とも呼ばれる。1861年に交付されたフサインアサチュニジアの憲法に次いでイスラーム世界2番目の憲法典である。 一説には、ベルギーの憲法を参考にしたと言われる。しかし1878年に憲法停止となり、1908年まで30年間戦生政治に服することになった。憲法が発布された1876年当時のオスマン帝国の情勢は、全面からのボスニアでの反乱がブルガリアに飛び火し、 これらのバルカン半島で起きたオスマン帝国に対する諸反乱に対してロシア帝国が正教徒の保護を口実に介入の構えを見せているという状態であった。また西欧諸国ではこれらの反乱の鎮圧時にオスマン軍による残虐行為があったと報道されオスマン帝国に対する不信感が生じつつあった。このような緊迫した状況の中で ロシアに対抗するためには諸外国のオスマン帝国に対する支持を取り付けつつ、国内においてはさらなる近代化を図る必要に迫られた。こうして近代化改革の続行を内外に示すことを目的に憲法の制定が行われることになり、皇帝アブデュール・ハミト2世は憲法制定を求める直令を出す。これに基づいて立憲派の中心的人物である。 ミドハトパシャを委員長とする政権委員会が設けられることとなった。政権委員会には、新オスマン人と呼ばれる立憲派の他に、キリスト教徒の委員なども含まれており、約2ヶ月の論議の末、1876年12月23日にオスマン帝国憲法は発布された。また発布に先立ち、ミドハトパシャは大宰相に任命されている。 憲法の内容は主にギルハネ直令や改革直令といった西洋化を目指すそれまでの淡水マートによる諸成化を踏まえたものであるが憲法に対して保守派の間で激しい抵抗がありまた皇帝は憲法によって自らの権力が制限されることを警戒し憲法に対して否定的であったこのためミド派とシャは国家にとっての危険人物を皇帝が 国外追放にすることができるという条項を加えることで皇帝と妥協し、発布にこぎつけた。憲法に基づいて1877年3月19日には議会が召集されたが、1878年2月14日に、アブデュルハミト2世は、ロト戦争の敗北を口実に憲法を停止し、会を閉鎖した。またこの憲法の父とも言えるミドハトパシャは、 議会の召集を前に国外追放となっていた。この1876年の憲法の発布から1878年の停止までの期間をオスマン帝国における第一次立憲制と呼んでいる。また、立憲制はトルコ語ではメシェルティエトと表記する。これらの行為はあくまでも憲法第113条に基づく措置とされ、名目上は憲法の停止は 合法的に行われることとなった。しかし、アブデュルハミト二世は、自らの措置が合法的であるという名目を維持するために憲法を廃止することができず、あくまでも停止に止めざるを得なかった。このことは、憲法が停止されていたアブデュルハミト二世の先世紀においても、皇帝の地位を保障する法的裏付けは皮肉にも、 停止中の憲法であったということを示しており、憲法に則っ,って、告示を行うという、姿勢だけは停止中も維持されていたと見ることができる。とはいえ、アブデュールハミと二世が、憲法停止後に、反動的な先制政治を30年にわたり、展開したということは事実であり、オスマン帝国憲法で歌い上げられた理念のうちの、いくつかは、この間は棚上げされることを余儀なくされた。 ただし、この先制復活により、国内における皇帝の権威が一時回復し、帝国そのものも一時的な昇降状態を得たのも確かである。その後、当時のオスマン帝国における知識人層はこの憲法の停止状態こそが、オスマン帝国の衰退に拍車をかけている現況であると考えるようになり、憲政の復活を目指して、国内外で活動を活発化させた。 これらの結果、1908年の統一と進歩委員会による青年トルコ人革命によって県政は復活することとなった。その後、第一次立憲制の終焉を招いた第113条などに若干の修正が行われた上で、1918年の第一次世界大戦におけるオスマン帝国の敗戦まで統一と進歩委員会の 主導による、同憲法下の政治が行われた。全員119条からなり、以下のような内容を含んでいた。ありがとうございます。